駒駅は、京都府南丹市日吉町駒角城場にある、西日本旅客鉄道3位本線の駅である。当駅折り返しの普通列車も設定されている。以前は一部の特急列車が停車していたが、2011年3月11日を最後に停車取りやめとなった。ただし、金傍のかやぶき音楽堂でのイベント東海祭日における、数本の臨時停車は継続中。 単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ地上駅。駅舎は、ごま郵便局と共用の建物になっている。駅舎に面した単式ホームが一番線で、島式ホームの2.3番線へは、古線橋で連絡している。従来は一番線を上り本線、二番線を降り、本線で使用していたため、通過列車の制限速度は、 時速6 0トルだったが、電化改良工事の際に一番線を上下本線とした一線スルー改良を行い、特急はすべて一番線を通る。以前は一部の特急が停車していたことから、ホーム有効長は7両部がある。綾部駅管理の無人駅となっており、駅舎内に自動券売機が設置されている。2021年3月13日から、 愛子コ等の全国総合利用サービスに対応した交通系 IC カードが利用可能となっている。駅舎内にトイレがある。当駅始発のそのべ、京都方面行きは3番乗り場から発車する。以前は日中時間帯に当駅でそのべ方面上りの普通列車が京都方面上り特急の通過町と福知山方面、下り普通列車との行き違いを行っていたため、 その方面の上り列車で3番線を使う列車が多かったが、2010年3月13日のダイヤ改正で、その方面上り普通列車は通過待ちを行わなくなり、代わりに、福知山方面の下り列車が特急の通過待ちを行うよう変更された。そのため、日中は、その方面の上り普通列車が1番乗り場、福知山方面下り普通列車が2.3番。 乗り場を使用している。行き違いや通過待ちがない場合、下り列車も一番乗り場を使用する。なお、1980年代までは当駅止まりの列車が平日夕方の下り列車一本のみ設定されていた。1日の平均乗車人員は以下の通りである。1日の平均乗降人員は以下の通りである。a b c d の停車場大辞典。 国鉄、JR 編 2JTB、1998年、300から301ページ。ISBN 978から4から533029806。AB、通報中央本線肘状駅ほか11駅の駅員無配置について。鉄道広報、P2、平成23年春ダイヤ改正について。 西日本旅客鉄道2010年12月17日 AB 地元のコミュニティセンターに JR 山陰線の駒駅改装着手交通新聞交通新聞社1995年12月1日3面 AB2021 年春ダイヤ改正について西日本旅客鉄道福知山支社オリジナルの2020年12月18日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20201218075722/https:www.westjr.co.jp/press/article/items/20121800 福地山 PDF2020 年12月19日閲覧 国鉄監修交通公社の時刻表1982年10月号日本交通公社1982年203ページ京都府統計書による国土数値情報駅別乗降客数データ国土交通省2020年9月25日閲覧南丹市 A バス時刻表南丹市2021年7月24日 京丹波町長営バス時刻表京丹波町営バス2021年7月24日。ありがとうございます。